はい、中学2年生英語ですね。比較というお話、初めて入っていきます。比較、比べるんですね。で、今日は2つのものを比べました。はい、比べた結果ね、同じぐらいだったんですね。そんなのを表す方法ね、書き方、英語ね、こいつをですね、確認していってみようということでございます。はい、ではね、もう早速文章ね、確認してみましょう。はい、 My pen is as long as yours ね。はい、 My pen is as long as yours。 比較、これ言及比較なんて言ったりもするかもしれないけどね、特徴としてはですね、はい、この as と as ね、はい、as と as の間っこに形容詞とか副詞と呼ばれる品詞の言葉が突っ込まってくる。はい、これがね、特徴的ですね。はい、このね、as as の形でね、同じくらい、同じくらいということになるんですね。はい、ですから、まず主語としては my pen is、 はい、私のペンは、はい、私のペンはですよね。はい、そしてこの2個目の as の後、ここで比較、比べたものがありますね。何と比べたんでしょう。 yours、 yours、 あなたのものということですね。まあ、ですから、まあ、あなたのペンというような意味だけれどもね、あなたのと同じくらい、はい、あなたのと同じくらいロングですよ、長いですということですね。私のペンはあなたのと同じくらいね。はい、ですから長さを比べたんだけど、まあ同じくらいだったねというのが、この My pen is as long as yours ということになったわけなんでした。はい、ということで、この as as という特徴的な形で、ね、同じくらいという表現、それが今度はね、否定文の形になります。はい、 not がつきました。 My pen is not as long as this one。 My pen is not as long as this one。 はい、やはり as as ということですから同じくらい、ただ、はい、not がついたので否定文になりました。はい、否定文ですから、同じくらいの否定文なので、同じくらい何々ではない、同じくらい何々ではないでいいのかなと思ったら、はい、そうじゃない、はい、そうなんです。 not as as ときましたらですね、はい、何々ほど何々ない、はい、このほどという言葉ね、覚えておいてください。not as as ときたら、何々ほど何々ないです。ですから、はい、主語 my pen is ね、my pen ですね。私のペンは、はい、あ、比べたのが this one と比べました。はい、比較をやってると、この this one とかっていうこと、one っていう言葉がよく出てきますね。one、確かに1、2、3 の one かもしれないんだけれども、ここではその1、2、3 の one じゃなくてですね、はい、this one、代名詞の one なんです。前に出たもの、繰り返しを避けて one と言ってるんですね。はい、ですので、主語で出てきた my pen に対して比べた、ね、ものの this one。そう。だから、この one はですね、この文章の場合は、pen のことを指してるわけなんですね。はい、ですので、my pen is not as long as this pen と言ってるのと同じような感じで訳してあげる。はい、ね、ワンと言ってるけど、しっかり日本語ではペンの意味で取ってあげるということですね。はい、そうしますと、はい、マイペン、私のペンは、はい、this one、このペンですね。はい、このペン、はい、not as as ですので、ほど、はい、このペン、ほど、はい、ロングではない、長くないということになるわけですね。はい、私のペンはこのペンほど長くないということでございました。はい、同じ調子でどうでしょう。次、Tom can run as fast as you。 Tom can run as fast as you ね、まあ厳密なと言いましょうか、ことを言いますと、こちらは形容詞のパターンでした。こちら副詞を使ったパターンですね。でもやはり as と as の間っこで、はい、ね、間っこで挟み込んであげることで、同じくらい、同じくらい、同じくらいになるわけですね。はい、ですので Tom can run、 走ることができるんだね。はい、比べたのは you と比べました。はい、あなたと同じくらい、はい、あなたと同じくらいファスト、早く走ることができますということですね。はい、 Tom can run as fast as you。 Tom はあなたと同じくらい早く走ることができます。
またね、not as as の形です。I not がついてのね、can のね、as as かね、この形ですね。Tom can not run as fast as Kate ね。はい、やはり同様に何々ほど何々ないの意味で取ってあげます。Tom は Kate ほど速く走ることができませんということでございました。今日は2つのものを比べて結果同じくらいだった、はい、そんなのを表す表現、ね、こいつをですね、確認というか勉強しました。 as as という形 not as as となりまして何々ほど何々ない、はい、こんな具合でございましたですね。さあまたまた、ね、比較、うん、とにかくね重要なところなんですよ。だからもうとにかく時間をかけてね、そして今ちょっと暇なのね、実はね、学校の方もねテストも終わりまして、ですので、もうゆっくりゆっくりこの比較ねやっていきたいなというふうに思っております。ということでございました。はい、では本日こんなところです。